血まみれな青山の兄貴が言いたようせよ。純、仇は取ったぜ。情けなくて、すいません。二人とも危ねえ出血量だ。生き残るために歩いてる。青山の兄貴は血を流しすぎてる上に骨折三箇所だ。やべ、意識が。これぐらい、どうってことあるかよ。俺が倒れたら、豊まで行っちまう。豊、もうしばらくの辛抱だ。純だけで、もう心が潰れそうなんだ。絶対に死なせねえ。その時だった。青山、いいとよ、よく生きてた。二人を見つけた矢部の兄貴がバイクで飛び込んできたのだ。矢部の兄貴、長門、やりました。青山、お前は最高にゴージャスだ。だが、今は喋らなくていい。セクシーな後輩が死ぬ。矢部のドラマにそんなシナリオはねえ。そして矢部の兄貴はバイクを吹き飛ばした。俺の名前は小峠兜。おお、青山の兄貴、いいとよ。兜、ドクターの気合は入れたか。はい、煽ってます。瀕死の仲間二人を迎え入れる武闘派の極道だ。いいとよ、もう大丈夫だ、頑張れ。すみません。俺たちは協力組織横浜家入組にいる。先生、来たぞ。気合入れてくれ。輸血をします、ベッドへ。長門を見つけたと聞いた時点で闇医者を準備していたんだ。純の仇だ、逃がさねえよ。男前が勝つ。俺たち天尾組は上白組長門の暗殺を目的に横浜に入った。スーパーラリアット勝負を決めたのは青山の兄貴。とどめを刺したのは飯豊だった。宇佐美の仇を生かしてはおけねえんだそして長門は死んだ。あの戦闘の現場で上白組の射程は事故っていた。その時中から一人の射程が出てきた。あの組のクソ野郎が、右足が粉砕してやがる。奴は飯豊に追突されて一時意識を失っていた。長門の兄貴はまた足を引っ張っちまった。そして少し歩いたところで、長門の兄貴、奴は発見しちまったんだ。すでにこど切れた長門の姿を。嘘でしょ兄貴、嘘ですよね。そいつは必死に心臓マッサージをした。うわあ、兄貴、行かないで。儚い願いを込めて。だがもう長門が戻ってくることはなかった。畜生、なんでこんな、本部に連絡しねえと。頭、長門の、長門の兄貴が。長門がどうした。あ、天尾組の奴らにやられました。そしてそいつは上白組本部にそう連絡したんだ。怪我は飯豊の方が相当きつかった。飯豊、頑張れ。死ぬか、死んでたまるかよ。死んだらよ、宇佐美の敵を取ったことにならねえだろうが。そして青山の兄貴と飯豊は一命を取り留めた。青山の兄貴、命の恩人でございます。何言ってんだとよ、いい根性だった。こいつにも胸に帰するものがあったのだろう。宇佐美、敵は取ったからな。そう言って飯豊は泣いた。つえ相手によくやったよ、お前は立派な兄貴分だ。上白組武闘派長門は葵。俺は男前、そして難攻不落、そしてかっこいい。横浜界隈では天才とまで言われた戦闘者だ。だからこそやはりこれは聞きたかった。青山の兄貴、長門はどうでしたか。長門は葵、やたら強かったぜ。結局武器の攻撃は一度も当たれなかった。一度もですか。あそこまでの回避能力は俺の人生じゃ見たこともないな。合間にカウンターを入れる勇気と決断力もある。俺は何もできず一方的に殺されるところでした。何がグッドなんじゃ。ただな、中盤くらいでやや強引に勝負をつけに来やがった。自分で言うのもなんだが、俺の攻撃はプレッシャーがあるからな。このパワーはリスクがある、早く終わらせる。ほんの少しだけ焦ったんだろう。あれがなきゃ完封されてたかもな。青山の兄貴がここまで言うとは。で、どうやって勝ったんですか。俺も強くなりて、だから参考にしてえんだ。全ての理屈をひっくり返す、ルキ的スーパーラリアットだ。ラリアット、くっ
すが。折れた右でな。兄貴たちはこれがあるからつれえんだよ。すると飯豊がこう言った。長戸は最後こう言いました。命乞いはしねえ。ただ上白組は怒り狂うと。長戸を殺せば戦争が激化する。そうか、それは肌感覚で全員が分かってる。だが長戸は宇佐美をやった。落とし前を取るってのは当然だ。天王組にとって報復以外の選択肢などあるはずがねえ。長戸殺害の知らせは即座に本部に伝えられる。青山がやったか。ご苦労だった。おやさん、青山と言いたいが、長戸葵をやりました。そうか、難しい指令だったがよくぞ成し遂げてくれた。一つの分岐点を迎えたな。宇佐美の無念が、そして組員の怒りが少しでも和らぐことを願う。長戸殺害の目的を果たした以上、天王組としてはこれをもって手打ちには応じる。だがおそらくそうはならん。上白組は怒りを爆発させ、天王組への報復を選択するだろう。だがこれは当初から予測していた。野田、お前ならここからどう動く？これ以上相手を殺す必要はありませんが、奴らが攻めてくるというなら迎え撃つしかございません。その通りだ。天王組としては宇佐美の行動は正当防衛と判断している。家入組、柴原の暴発したことに対する長戸の報復は百歩譲って理解しよう。だが奴らはその流れで家入組長まで殺そうと茶化を向けた。どう見ても皆殺しされると思うだろう。現場にいる宇佐美が防衛するのは当然だ。しかもだ、家入組長は命を懸けてまで宇佐美を守ろうとした。宇佐美君は生かしてくれ。大変なことになる。宇佐美を殺すことが大きな戦争へ発展すると忠告までしたのだ。長戸はそれを無視し宇佐美を殺した。うちから見れば暴走でしかない。長戸から落とし前を取る、これは必然だ。だがな、野田、戦争というのは相手の論理も裏側では理解しておく必要がある。それはなぜか、戦争の終わりを完全に見失うからだ。上白組は過去の東京横浜戦争で東京の侵略から家入組の島である横浜うるま地区を守ったと思っている。確かにそうでございますね。だが東京と隣接する家入組は偶然か必然か、その後東京側との関係がうまくいった故に東京を大事にしたのだ。それは確かに経済的合理性はある。だが歴史を振り返れば上白組としては到底認められんことだ。故に再三圧力をかけた。いや、上白組にとっては圧力ではなく、昔の仲間に恩義を忘れるなと伝えているつもりだったのだろう。だが柴原はその圧力に耐えきれず、家入組長が殺されると思い上白組の構成員を撃った。これは上白組からすれば家入組の壮絶な裏切りだ。報復は必至といったところだろう。そこからは歯車が狂ったと言っていい。本来宇佐美が死ぬようなことは起きるはずはないのだ。野田、誤解を恐れず上白組のことを一言で言い表すとするならばな、献身的に、そして真摯に貢いでいた愛する人に振られた男。私にはそう見える。あんなによくしてやったのに、こんなに思っているのに、結局俺を捨ててあっちに行くのか。ふざけるな、そんなことは認めないと。同郷であり上白組は多くの血を流した。その気持ちは決してわからんでもない。いや、今は理解するように努めよう。だが私は思う。自治権を与えたのならば選ぶのは家入組なのだ。確かにうるま地区の治安の悪化もあった。しかし家入組はうちを含め東京の力を借りて改善しようとしていた。その時上白組は自分を頼らないことにさらなる怒りを覚えた。そして東京との関係を作ることに対し異議を唱え続けた。だから治安改善が進まなかった。東京を敵視する上白組を頼ってしまえば、家入組が作ってきた東京都のしのぎは減速する。板挟みとなったのだ。
だが上白組からすれば家入り組は人気外れの極みだろう。だからその家入り組を守り可愛い射程を弾いた天王組宇佐美も死んで当然なのだろう。さらに天王組からの報復として幹部クラスである長戸葵を殺された。奴らの論理を理解すれば間違いなく命がけで報復に来る。さらには家入り組を完全に破壊、うるま地区を奪い取るだろう。おやさん、ありがとうございます。すべて理解しました。ここからどうするのがよろしいでしょうか。天王組としては長戸葵を生かしておく論理はない。一切の報復なしでは増長する可能性すらある。だがもはや互いの論理のぶつかり合いであり、我々としてはこれ以上の犠牲は望まん。よって天王組からは手打ちを申し出る。しかしおやっさん、上白組がそれを受けるとは。分かっている。重要なのは侵略の意思はなく防衛に徹すると宣言することだ。そしてことごとく迎え撃ち、奴らに諦めさせる。それが戦争終結への道と考える。手前味噌だが、うちの子たちは関東を震撼させる屈指の武闘派だ。敵も強大な戦力を持つが、その力で相手を黙らせることができると信じる。とてもわかりやすく感服いたします。まず青山と飯豊は完全に隠せ、実行犯として間違いなく狙われる。そしてできる限り上白組の人間を殺すな。全滅してでも戦うと熱を帯びることになる。野田、ここからは戦争を終わらせるために戦うこととなる。ただ自らの命を守るためなら最悪は仕方あるまい。争いとは皆こうなのだ。おやすさんの考えが組全体に伝えられた。そして上白組に長戸の柄が届いた。嘘でしょ、長戸の兄貴。ちょっと待て、なんだよこりゃ。すみません、見つけた時にはもう。奴らは全員膝から崩れ落ちた。長戸の兄貴、僕が逃げ回っていっぱい守ってもらったのに。なんだよ、若すぎるぞ。まだやることあんだろうが。死んだよ長戸、こんな男前な顔してよ。そこへ若頭の七海が駆け込んだ。うおー、長戸、俺が見回りを許したからだ。俺の責任だ。ごめんな、ごめん。七海も人目をはばからず泣いた。長戸はその中身も男前だった。長戸の兄貴、恩返し何もできてません。ちくしょう、くそったれ。上白組にとってこの男の死は全く受け入れられないことだった。そして組長の上白がやってきた。みんなすまん、長戸の顔を見せてくれねえか。親父、相変わらず誰より男前じゃねえか。最高だよ。すると上白は長戸を抱き上げた。長戸、浜のために命を懸けて戦ってくれたんだよな。畜生、腐ったる。死んでも許さねえぞ天王組。この敵討ちは上白義信の命を懸けてでも必ず果たす。上白は涙を流し血を吐き出すようにこう言った。その日野田の頭がこの人を捕まえた。和樹、ちょっと小一時間くれ。え、今から空流街の情報収集で夜の出勤が。そう、女装ヒットマン和樹の兄貴だ。くれ、小八時間くれ。うおー、ズラが。俺たち下っ端に頭への拒否権などはない。以前話した横浜潜入の段取りは進んどるか。はい、キャバクラとコンパニオン派遣業者は数社面接を終えてます。よし、明日から横浜に入ってなんかいい感じのお宝情報を取ってくるのだ。え、お宝？防衛のため。男前な顔で指示甘っ。とはいえ和樹の兄貴も状況は理解してる。わかりました、行ってきます。では、上白組の島早急街の夜に潜ります。奴らの体内に入って
中からぐちゃぐちゃにしちゃおうかしら。和樹の兄貴はそう言って妖艶に笑った。わなかの兄貴、矢部の兄貴、そして俺は横浜に留まることとなった。本部から即座に移動せよとのことです。シャープにセクシーに動くか。任侠者として家入り組を守れと指示が出たのだ。かなりの戦力を横浜に残すことになる。奴らの狙いは間違いなく青山の兄貴と飯豊になるかと。本部も心配です。神打ち。久々にわなかの兄貴にぶん殴られた。すみません。天王組が横浜にいれば上白組も本部を開けれんだろう。身をくらまし前線にいることは敵にとって脅威。ましてやそこにいるのはこの罠か総一郎だ。ぐあ、ぐうの音も出ねえ。理解しました。ありがとうございます。矢部の横浜ステージはまだカーテンコールじゃねえ。矢部の兄貴はこの状況に血が湧いている。その日、上白は組員に招集をかけた。お前ら、長門をやられて腹渡が煮えくり返っていると思う。そしてこれは浜を仕切る上白組への侵略行為に等しい。現場にいた若衆からの証言と目撃情報により、長門をやったのは青山るきと飯豊作太郎で間違いない。無論実行犯の青山と飯豊は狙う。確実に殺せ。浜に入った天王組の奴らに俺たちの土地を荒らされ、可愛い子を殺された。だがな、そいつらだけじゃねえ。この世界、親の言うことが絶対だ。長門殺害を指示したのは天王であり、浜を荒らしたのも天王の指示だ。上白組は全勢力をかけて天王組組長天王刑事を殺害する。なんと上白はおやっさんを殺しの対象にしやがったんだ。俺たち天王組は力で物事を解決する任侠集団だ。熱が下がらねえな。争うなんてことは日常茶飯事なんだ。だけど時々思うんだ。長門の兄貴、せめてゆっくり休んでください。なんで人間ってのはこんなに争う理由を見つけてしまうのだろうと。なぜこんなに互いに引けないことが生まれるんだろうと。そして避けられなかったこの天上戦争はここからだったんだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。